皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ、お元気でいらっしゃることを願っています。開幕から11連敗中の西部の高橋光成投手、27、が今季残り試合の登板を回避する見込みとなったことが19日、分かった。前回登板した10日の日本ハム戦、エスコンフィールド、で左脇腹を痛めた影響が大きく、 首脳陣は来季に向けて無理をさせない方針を示した。これにより、四死のエースは0勝11敗と未勝利でシーズンを終えることが濃厚となった。前回登板した日本ハム戦後に渡辺久信 GM 兼監督代行、59は、高橋は、ちょっと張りが出た。無理はさせなかったというとこと交番理由を明かし、翌11日に出場登録を抹消した。 ローテーションから外れて2軍調整が続いた右腕が今季残り11試合中に1軍登板する可能性を問われ、指揮官は復帰は難しそう。全然まだ投げられないと思うとの見解を示した。昨年まで3年連続開幕投手 &2 桁勝利を収めていたが、今季は苦しんだ。2月の春季キャンプ中に右肩の張りを訴え、調整が出遅れた。 4月14日のソフトバンク戦で今季初登板を果たし、今季15試合に登板するも勝ち星に恵まれなかった。今月3日のオリックス戦では7回途中3失点で敗戦投手となり、パリーグのワースト大記録の開幕から11連敗。0勝11敗、防御率3、87。獅子のエースは、悔しいシーズンを糧に来季への挽回をキス。皆さん、 今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。感想はコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。